け？しかもこんなにたくさん。ミッドガルじゃ高級品ですからね。この辺じゃ業産取れますけど。この村に何の用？あなた。なんだ。ごめん、ちょっと知り合いに似てたから。変わったご一行ね。こんなところに何の用？マコーロの調査団ではなさそうだし。マコーロの見学です。せやから見学団。なるほど。ようこそゴンガガ村へ。私は青年団長のシスネ。びっくりさせてごめんなさいね。村の警備が仕事だから。みんなは持ち場に戻って。はい、はい、丘の上からマコーロの様子が見えるわ。慰霊碑見ていてね。おおきに。こっちよ。ありがとう。これ何？3年前ゴンガガマ航路が爆発したんですわ。原因は施設の老朽化です。点検と整備をちゃんとしていれば事故は防げたはずだけどね。死んだ怠慢か。でもこの慰霊碑は死んだが建てたの。珍しいこともあるもんな。ここの復興担当者が決まりはったんでしょうね。ね。なことで罪が許されるわけじゃねえけどな。長旅で疲れたでしょ。マコーロ見学の前に一休みしていったら。ええんですか？あそこが私の家。一応客間もあるから好きに使って。んじゃんじゃ、遠慮なく。私もちょっと行ってくるね。あなたも体は大事にね。これは想像以上やわ。見ろよ、魔鋼炉は死んでるのにあんなところまで魔鋼が来てるぜ。やっぱり増えてるんだ。魔鋼炉を止めたのは無駄じゃなかった。それとこれとは。早く済ませよう。魔鋼が気に障る。
マテリア渡すもんか。騙されるな、クラウド。傷はなかった。傷はなかった。本当にティファなのか。ティファじゃない。また傷の話？傷なら見せたでしょ？なかった。恐れる者の姿で人に近づき欺いた。クラハト！俺は騙されない。
ティーファー、ティーファー、ママ、パパ、ティーファー、こっちだよ、ティーファー、おいでよ、ティーファー、一緒に遊ぼう。
ディオ、しっかり。大丈夫。生きたい。生きる。生きてやる。そう強く願うんだ。起きなさい、ティファ。君の命はたくさんの人の思いでつながった。ティファ。ティファ。まだ戦いは終わってねえぞ。全然見えないよ、取り返すぞ。みんなを呼んでくる。ねえ、人は死ぬとニブル山を越えて旅立つって覚えてる？ああ、子供たちを山に行かせないためのデタラメだ。ティファは信じてたよな。私だって半信半疑、でも無理やり信じた。
それくらいママに会いたかったの。エミリオたちが応援してくれて、みんなで登り始めて。でもあいつらはティファを残して帰った。そうみたいだね。覚えてないのか途中で崖から落ちて頭打ったでしょ。それから半年ぐらいの記憶がちょっと混乱してるの。みんながいろいろ教えてくれたからそうだったんだみたいな。どう聞いたんだ。クラウドがそそのかしたでも思い出したよ。クラウドは私を守ってくれた。ありがとう。あの日のクラウドは英雄だったね。そんな資格はない。あの日は一緒になって崖から落ちた。昨日は魔航路に突き落とした。時々自分が分からなくなる。知っていて当然のことを知らなかったり、知らないはずのことを知っていたり、俺が何人もいるような感じなんだ。どれが本当の俺なのか分からなくなる。ソルジャーは劣化するらしい。俺は劣化しているんだと思う。多分急速に。クラウドは大丈夫だよ。今度は私が守るから。心配かけてごめんぼちぼちでんな。またってことは、ライフストリームの中には星と黒いフィーラーの戦いがあって、黒いフィーラーはセフィロスじゃないかってことか。うん、私にはそう思えたって話だけどね。星の中の戦い、どっちが優勢？星、ライフストリーム、そう思う。そうなんだよ。そういうことなんだよ。星が戦ってるんだ。今この瞬間も命燃やしてよ。ああ、今こそ星の悲鳴が聞こえるぜ。セフィロスみたいなあんな人だかなんだかわからない奴と戦うんだ。それには星の力が必要になる。俺たちは星を助け、助けられ、共に戦う。そうだろ。うん、きっとそう。なんだかとても壮大な話ね。そういう話をするならおあつらい向きの場所があるわよ。コスモキャニオンのことか。生命学の聖地。そういやこの辺りだったか。そこマテリアはある？マテリアがあるなら行く。太古より星の力と知識が集まる場所だ。マテリアくらいいくらでも。オッケー、行く行く。レッド、なんだか嬉しそう。故郷なんだ。じゃあ、一丁聖地巡礼と行くか。コスモキャニオンへ向かうなら、まずここに行ってみて。村の近くにある
国営飛行場跡、そこから野良飛行機が出てるの。村の南にあるゲートを出ればたどり着けるはずよ。それから、この子はファンゴ、すっかりあなたたちに懐いちゃったみたい。よかったら連れて行ってあげて。何から何までありがとう。どういたしまして。他に必要なものがあったら村で揃えていってね。